次に田村貴昭君。委員長。田村君。日本共産党の田村貴昭です。最初に地球温暖化対策について質問します。 COP25、国連気候変動枠組み条約第25回締約国会議がですね、昨日からスペインのマドリードで始まっています。これにこうして世界と日本で若者たちが、またお子さんを連れたお父さんお母さんがですね、地球を守ろうと運動をされているところであります。11月29日には日本全国でグローバル気候マーチが行われました。大臣の地元の横須賀市のですね、高校生が、アメリカ国籍の女子高校生が日本のお友達と一緒に街頭でアピールしたという報道にも私接しました。でこの高校生は、アメリカや日本の政府は環境問題への意識が低いと、温暖化を止める上で決定的なのは政府の対応なので早く行動してほしいというふうに、おっしゃっていたということであります。地球の今とこれからのことを真剣に考えている若者たちのこの行動というのは、私は励ましも受けるし希望でもあると思います。そして同時に大人と政治がですね、まずこの声に応えなければいけないと思いますけれども、大臣の受け止めはいかがでしょうか。小泉大臣。先週若者たちと環境省で意見交換の場をいただきました。グレタさんが有名になったのは、金曜日に学校休み、ストライキ、またデモ、そういった形が有名になって、金曜日にかけてあの活動のことをフライデーズ・フォー・フューチャーというふうに言われます。日本にもあのグレタさんの影響が、刺激を受けている方々が多く出ていて、このフライデーズ・フォー・フューチャーが日本にもあります。で、私はそのフライデーズ・フォー・フューチャーの皆さんともお会いをして意見交換をさせていただきましたが、大変有意義な意見交換になりました。私もニューヨークに行った時に若者からの提言を受けて、クリーンエアイニシアティブというイニシアティブに若者の提言から参加すべきだという提言があったの で、それを受けて環境省で整理をして、これ参加しようという形で若者の声を実現につなげました。今引き続き若者たちが求めている、また若者たちの感覚で我々がまだ見れてないこと、そういったことに対しても積極的に何が一緒にできるか、今後も考えていきたいと思います。田村君。地球を守ると、温室効果ガスの排出を削減していくというところに尽きる話なんですけども、お伺いします。エネルギー基本計画の需給見通しに従ってですね、石炭火力発電所の計画がすべて建設されていきますと、2030年度の石炭火力構成、これはですね、想定する 26% を超えるのではありませんか。温室効果ガス 26%、 これ同じ26になってるんですけども、温室効果ガス 26% の目標というのはこれ超えてしまうので、どうやって達成できるんでしょうか。教えていただきたいと思います。近藤地球環境局長。申し上げます。石炭火力発電の石炭を含む火力につきまして、その可能依存度を可能な限り引き下げること、これにより温室効果ガスの排出量削減を図り、究極的にはカーボンニュートラルを図っていくというのが中期戦略の目標になっております。一方でその 26% の目標につきまして、エネルギー基本計画におけるエネルギーミックスの目標、石炭割合の目標が2018年度 31% のものを2030年度 26% に向けるというのがエネルギー基本計画の目標になっておりまして、それに向かいまして電気事業分野の取り組み状況を毎年厳格に点検する中で、この目標を達成できるかどうか、環境省としては点検をしてまいるという所存でございます。田村君。ちょっと明確じゃないんですけどね、やっぱり石炭火力発電所の新増設、そしてそれを運転していくとね、その構成比、2030年度の構成比 26% は超えてしまうと、こういう指摘にね、しっかり向き合わなければいけないというふうに考えます。目標値がそもそも低いんですよ、日本は。それで COP25 でもですね、批判の対象になると。その上に石炭火力についても新増設を認めていくと、海外の支援もしていくと。でこれはね、やっぱり日本として世界の流れをね、後戻ししていく、ね、そういう形になりませんか。だから私たちは青年に胸が張れる、大臣おっしゃったようにね、若者たちの声をね、実現するためには
今一番向けられている日本の課題にやっぱり正面から向き合わなければいけないというふうに思います。国連のグレーテス事務総長は石炭火力発電所の建設を止める政治的な意思が欠けていると今度の会議に先立って指摘しました。温室効果ガスの削減に向けて各国のリーダーが具体的な対策を示すよう強く求めているわけであります。大臣、COP25 に参加されるというふうに伺っております。ここで大臣はこの世界の質問に対してどのような回答を持っていかれるんでしょうか。私はその回答は一つ、石炭火力は日本としてこれからはもう認めていかない方向に決断した。もう一つ、2030年に IPCC の 1.5 度報告書に基づき 45% の削減に向かって頑張っていく、こうした回答をしてですね、やはり日本は世界の流れの中から評価されるのではないかと思うんですけども、大臣いかがでしょうか。小泉大臣。田村先生がおっしゃったように、今回の COP において、世界の関心というのは、一つは野心の引き上げ、こういったことについてもそうでありますし、まあ、石炭についても、どのようなメッセージを発するか、こういったこともやはり重要なところでもあるし、関心もあると思います。まあ、そういった中で、この中期目標につきましては、私は常にどうやって引き上げていけるか、引き上げたいとは考えていますが、まあ、先週の金曜日に今排出が5年連続で削減できているということも公表したところであります。まあ、ただ先ほど田村先生おっしゃったように 26% 削減ということの目標達成に向けてはまだ道半ばであります。そして野心の引き上げについては関係省庁との調整などもありますので、どのような形で今回メッセージを発信することができるか、もう来週でありますが、今週も含めてですね、最終的な調整を今進めているところであります。どのような形になろうとも、先ほどグティエレス事務総長の件も触れられましたが、日本が炭素中立性連合に参加をしたということはグティエレス事務総長から私は直接、触れられました。そういったことは間違いなく、届いています。日本の行動があるということは。そして今自治体で2050年ネットゼロを宣言をする自治体がなんと私が大臣に就任したときは4自治体、それが今日の段階では21自治体まで増えてきました。特に今日先ほど委員会の前にぶら下がりの取材で申し上げたんですが、岩手県の9市町村が宣言をしました。でこのことをも踏まえると、今岩手県は県市町村すべての自治体レベルが2050年ネットゼロ、これを掲げたということになりますので、私はこの自治体の意欲的な取り組みが日本で次々に起きているということもしっかりと発信をしていきたいと考えております。田村君。所信質疑でも尋ねましたけれども、まあ、COP25 始まったと、この中においてですね、小泉大臣から石炭火力についてはもう新増設を認めないという言葉が聞けなかったのは非常に残念であります。グテーレス事務総長はですね、美しい演説ではなく具体的な計画をですね、9月の気候行動サミットの時にもおっしゃいました。意欲と構えについては分かりました。これはよしとしましょう。しかし今求められているのは具体的な計画と目標なんですよね。もうここにつきます。温室効果ガスの削減目標を世界水準に合わせる、そして石炭火力が一番これを廃止するんだったら、ここにもう見切りをつけていく、この強い決断を持って国際会議に参加していただきたいと、そして日本の方針としていただきたいというふうに思います。次の質問に移ります。温室効果ガス削減にとって再生可能自然エネルギーの普及というのは極めて大事であります。2012年の7月フィット法以来ですね、再生自然エネルギーが大きく普及してまいりました。で私九州なんですけども、九州非常に普及しました。これは喜んでおります。同時にですね、いろんな問題も出てきています。その問題について今日は質問します。度重なる異常気象や地震などの災害による事故もメガソーラー発電で起こっています。
メガソーラー発電をめぐって住民とのトラブル、住民合意なし、そして法令違反も多々、現れています。資料をお配りしています。丸1です。これはですね、鹿児島県のメガ、霧島市のメガソーラーです。今年の7月に発生した、梅雨による大雨で、大きな陥没事故が起きました。もうすごいですね、この電源のパワーコンディショナー、これまでがですね、陥没しているし、それから、太陽光パネルもですね、もしかしたら雨水、そして小川なんかにも流されているのではないか。で、こうしたパネルの独占による環境に対する影響については業者から説明があっていません。住民はですね、こうした工法が、これからまたいろいろな事故が起こるんじゃないかと心配しているということであります。環境省の太陽光発電設備等に関わる環境影響評価の基本的考えに関する検討会で、ここで資料が提示されているんですけれども、この中で、新聞報道だけでも、メガソーラーをめぐるですね、報道が69件にも達しているということであります。そこでお伺いします。太陽光発電施設の設置を目的とする臨時許可処分面積、これ、農水省になります。伊藤副大臣、お越しいただいているんですけれども、これは事務の方に聞いた方がいいかも分かりません。臨時許可処分面積というのは、フィット導入後、どのような状況にありますか。それから、電池開発許可に関わる違反行為の監督処分、および行政指導の件数について、教えていただきたいと思います。林野庁小坂森林整備部長。お答えいたします。フィット制度導入以降ですね、太陽光発電施設を目的とした臨時開発許可処分の面積は増加しております。フィット導入から平成29年度までの間に、合計で1175件、面積で9330ヘクタールとなっております。これに対して、太陽光発電施設の設置を目的とした臨時開発許可に係る違反行為、監督処分と行政件数、ございます。直近の3年間であります平成27年度から29年度までの間に、監督処分が20件、行政指導が219件となっております。以上でございます。委員長、田村君。かなりの数ですよね。2016年度には過去最高だったというふうにお伺いしています。200件からのですね、監督処分と行政指導が合っているということであります。太陽光発電施設に関わるですね、事故等の問題は森林の開発から始まる、ここで多々生じているということであります。そしてフィット法ではですね、今森林法ではこれだけの監督処分行政指導があるんですけれども、フィット法での認定取り消しというのはこれ一件に過ぎないということですね。これもさらに驚くような話であります。具体的な話をちょっとします。資料をお配りしている丸2です。これは、福岡県飯塚市のですね、白旗山という山であります。たくさんの業者さんがいろいろと変遷があって、メガソーラー発電を建設した、している、それから計画中であるというところなんですけれども、ここの白旗山においてですね、この業者はいずれも調整池を完成させないために、つまり防災対策をしないままに森林を伐採してしまいました。ご覧のように上の写真、これ私撮ったんですけども、調整池の姿がありません。下ですね、これは、最近ですね、撮られたものなんですけども、調整池がやっと作られているということで、順序が逆なんですよ。初めにこれ作らないといけないと、初めに調整池、防災対策をしてから許可が得られるというのをですね、無視してやってるんですよね。で、同様に同じ飯塚市のこんぴらさん、ここでもですね、調整池を先行して施工します、その後に伐採、伐根しますという工程表を県に提出して許可されているんです。にもかかわらず、開発区域の8割、9割を調整池の完成を待たずに行ってしまう、そして県から行政指導を受けているということであります。住民からね、早くからこういう連絡があり、なんとかしてくれと、そして地元の飯塚市は管理監督と指導を県に求めてきたというのにですね、対応が後手後手になっているわけですよね。
相当悪質なケースだと思いますよ。経済産業省に伺います。この2件において10月7日付福岡県からの通知が合っていると思いますけれども、承知されていますか。経産省はこの通知を受けてどのような対応をしていますか、教えてください。資源エネルギー庁松山省エネルギー新エネルギー部長。お答え申し上げます。再生可能エネルギーを導入促進する上では地元の方々のご理解及び関連法令の遵守というのは当然のことだと認識してございます。委員ご指摘の福岡県飯塚市のコンピラさんや白旗山に関わる案件につきましては、ご指摘のとおり10月7日に福岡県知事から九州経産局長宛てに情報提供の通知が行われていることを承知してございます。内容について申し上げますと、この内容は白旗山については6月28日付、コンピラさんにつきましての案件につきまして7月23日付で、福岡県がこれらの太陽光発電事業につきまして、その事業者に対しまして森林法上の指導を行ったと。でその行った内容との書面で、同時にこれに対しまして事業それぞれの事業者が県の事情に従い今後対応をしっかりしていくという旨の文書の内容でございます。経産省経産局といたしましては、その後度重ねまして福岡県および事業者に対して確認を行っているところでございますが、私ども現在承知している限りこの指導内容に沿った形で対応措置がなされているというふうに認識してございます。田村君。結論から言うと、九州経済産業局は、業者さんと接近していない、指導もしていないというふうに今、伺いましたね。それでいいんでしょうか。県の判断だけに任せていっていいんでしょうか。実はですね、この件で言うならば、森林法と林地開発許可違反にもかかわらず、福岡県は九州経済産業局長への情報提供をこれ怠ってきたんですよ。住民がずっと言っている、飯塚市からも言われている、そして県議会でも取り上げられてきたと。知事もね、遅延していたと議会の答弁で認めているんですよ。だから県が後手後手になっていると。後手後手になっとって、ようやくその情報が得られた九州経済産業局はですね、やっぱり後手後手になっていたという状況を踏まえて、業者に対して厳しくやっぱり向き合って指導していかなければいけないんじゃないですか。そうじゃないとね、住民も市町村も今よりどころがなくなっている。これがメガソーラー問題の大きな問題であります。私はですね、こういうやっぱり法令に背いて、そして防災対策も行わずに萩山化してですね、そしてやれやれとメガソーラーやっていくと、でフィット法で一番いい時にね開発していくという流れはね、これやっぱり許されないと思います。そういう業者に対しては許可取り消しを行うべきではないか、厳しく臨むべきではないかと思いますけども、いかがですか。資源エネルギー庁松山部長。お答え申し上げます。委員ご指摘のように、法令の遵守というのは大変重要なことだと思ってございます。フィット法におきましては、自治体が定めた条例を含めまして、関係法令、これはフィットを踏まえて実施しておきます再エネ事業各種を実施する上で必要となる法令多々あります。それぞれについては確実に遵守いただくということを認定条件として定めております。でこれが関係法令が遵守されない場合、されずに事業が始まっていく場合につきましては、必要に応じ手続きを踏んで認定を取り消すことといたしております。一般に認定の取り消しといった不利益処分を行う場合には、事業者の方々のお立場、事情というのもしっかりと聴取する必要が必要でございますものですから、違反状況の解消に向けた指導、改善命令を行い、改善に向けた取り組みが確認できなかった場合、聴聞を経て認定取り消しを行うという手続きに至る必要がございます。こういった基本原則にのっとり、法令の遵守がしっかりなされるよう対処してまいりたいと考えております。田村君。やっぱりね、弱いですよ、それでは。つまりね、調整庁、後から作ったからいいじゃないですかと、開き直りなんですよ、ね、それからもう、ハゲ山みたいに、ね山を、ね、切ってしまっていると、伐採までしていると、でその時に大雨降ったらどうなるんですか、大災害起きるじゃないですか。でそういうことが起こらないように、こういう法令があるんでしょ。農水省だって4条件出してるわけじゃないですか。だから機敏に対応しなければだめですよ。何度も言います、後手後手になってるんです。
こういう形で今どうなっているのか、業者は飯塚市の意向に従わないで、住民への説明会を3月以降、長期に開かない事態となっているんですよ、ね。誤りを指摘したと、そして開き直りのように何か対策やったと、でそんな、そういうことも含めて住民には何の説明もしていないと、でこれでいいんですかと言うんです。それでね、いいんです。で、経産も農水も、いろんな対策を、まあ、今年になって打ち始めてまいりました。伊藤副大臣に来ていただいています。私、副大臣にね、お尋ねしたいのは、やっぱり住民合意というのがね、非常に大切になってきています。どこも住民合意が得られていないんです、問題になっているところは。そして、太陽光発電、設備設置に関わる林地開発許可制度、この見直しの作業に農水省も入っているんですけれども、検討会の答申の中では、住民合意の必要性が述べられています。それから全国知事会もですね、住民合意に実効性をという要望が出ています。4条件の上にですね、住民合意、こうしたところのですね、項目をやはり加えていく、そういうことが必要ではないか、またですね、今起こっている問題についても、何らかの対応が必要になってきているんじゃないかと思いますけれども、副大臣、いかがでしょうか。伊藤農林水産副大臣。田村委員のご質問にお答えをいたします。太陽光発電施設の設置に関しましては、ただいまもご指摘いただきましたとおり、地域住民との合意形成に関するトラブルも発生している事例がございます。一方で、開発事業者が住民説明等を行うことにより、住民の理解を得て、太陽光発電施設の円滑な導入に成果を上げている事例もございます。以上のようなことから、検討会におきまして、議論をされ、あるいは林地開発許可にあたっての配慮事項といたしまして、事業者は住民説明会の実施と地域住民の理解を得るための取り組みをすべきであると、このような報告が出されているところでもございます。しっかり今、委員ご指摘の点を踏まえて、指導をしてまいりたいと、こう思う次第であります。田村君。法令違反がある、そして行政指導にもなかなか従わないと、住民合意なんか、そんなものはどうでもいいんだと言ってね、言ってはばからないと、でこういった業者にはね、やっぱり厳しく向き合って、指導していただきたいと思います。経産省、いかがですか。松山部長。お答え申し上げます。委員のご指摘のとおり、法令の遵守および住民の方々のコミュニケーションというこのフィット法上の認定の条件についてはしっかりと遵守していただくことが基本でございます。他方で、これは事業者の方から実施される地域地域によって、住民の方々、それぞれにおいて状況はまちまちでございます。再エネの導入は最大限進めていく所存でございますので、その際に地域の理解がしっかり得れるようにと考えてございます。一方で、各法令の遵守の件でございますが、森林の利用については森林の森林法、農地の利用については農地法、それぞれの所管法の法令の形がございます。同時にそれが各地域自治体、地方の自治体の方々の執行の責任というものもございます。関係省庁および地方自治体もしっかりと連携して、しっかりとした地域の理解および各法令が守っている法益がちゃんと確保できるように対処していきたいと考えてございます。田村君。形となって現れるような対処をしていただきたいと、連絡調整をやっているというだけではダメだということをね、申し上げておきたいと思います。それから伊藤副大臣にも同じ質問です。法令違反については厳しく臨んでいただきたいと、そしてね、開発許可中止、4つあるじゃないですか、災害の防止、水害の防止、水の確保、環境の保全、当たり前ですよ、当たり前のことをやっていないんですよね。ですからそれだけの監督、そして行政処分があっているということですから、こういうですね、悪質なケースについては、農水省も厳しく向き合うということ、お誓いいただけますか。伊藤農林水産副大臣。田村委員ご指摘のとおり、森林の公益的機能に関しましては、4つの要件があります。開発の適正化を図るもので、ありまして、森林法という観点では、この
住民合意というのが、まあ、条件にはなっていないところでありますけれども、まあ、この4つの要件を含む住民合意を取ること、技術的助言をしっかり、させていきたいと思っているところではあります。ご指摘の点しっかり踏まえて指導してまいりたいと思います。田村君。最後に小泉大臣にお伺いします。アセスは環境省の範疇になりますけれども、法アセスの対象外となる小さな設備、こうした太陽光発電の小さな設備に関しては条例の制定、適切な運用が図れるよう自治体をしっかり応援していただきたいというふうに思います。そしてまた先ほどと同じ今起こっている問題がありますので、こうした問題については環境省、農水省、経産省連携してですね、対処していただきたいと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。小泉大臣。まず後段のところからお答えをさせていただくと、すでに着工済みの太陽光発電事業については森林法を含め関係法令に違反している事案については林野庁や資源エネルギー庁などの所管省庁においてしっかりと適切な対応が図られるべきものと承知しています。再生可能エネルギーの導入促進に向け環境に配慮し地域に受け入れられやすい太陽光発電事業の推進は重要ですので、環境省は従前より自治体担当者とのネットワークを構築し、環境影響評価法や条例等に関する情報共有や意見交換を密接に行っているところです。太陽光発電事業についても自治体の取り組み事例集の作成周知を行ってきたところでありまして、引き続きこのようなネットワークを活用し必要な支援を行ってまいりたいと思います。最初の点でありますが、環境省としては法に基づく太陽光発電事業の環境影響評価の適切な運用に加え、法や条例の対象外の小規模太陽光事業に関するガイドラインの策定など必要な対応を行ってまいりたいと思います。田村君。時間があまりないんですけれども、最後に一問、小泉大臣、水俣病のですね、救済の関係です。資料3をご覧いただきたいと思います。特措法から10年で健康調査がですね、まあ、患者会にとってみたらこれ悲願なんですよね。しかも、水俣病特措法で、地域を定めたこの範囲外で、地域の支給、これが広範囲にわたってされていたことが明らかになりました。ですからもう地域による線引きはもう成り立っていかないという中でね、じゃあどれだけ、被害者、患者の方が白糠沿岸におられるのかと、まず調査すべきじゃないかと、これ当たり前ですよ。そして特措法ではですね、政府は地域、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者の健康に関わる調査研究を積極的かつ速やかに行いと書いとるじゃないですか。だからこれやりなさいって言ってるんだけども、環境省は10年一律言ってることが一緒だと。で、論より証拠で、これ熊本日日新聞の記事なんですよ。で、去年は原田大臣にインタビューして回答が、これまた新聞に出ているこの1、2、3、4、5、6行一言一句同じなんですよ。で、今年小泉大臣、これ一言一句同じなんですよ。渡してるペーパーが一緒だからこういうことになるんじゃないですか。受け取る記者もですね、大臣が同じものを読まされるからこういうふうになっちゃうんですよ。これでいいんですか、ね、地域限定した、しかしその地域外で患者さんがいっぱいいたと、それを認めて救済して一時金支払ったんでしょ。だったらね、どれだけ患者さんがいるかということを調べるのがまず行政の責務だと思いますよ。小泉大臣、10月19日患者団体の方々から今のような話を受けて厳しい指摘があったというふうに思いますけれども、いつやりますか、実態調査、健康調査、しかと答えていただきたいと思います。どうでしょう。小泉大臣。水俣病特措法におきましては、メチル水銀が人の健康に与える影響等に関する調査研究を行う、そのための調査手法の開発を図ると規定されています。環境省としてはこれらの規定に基づいてメチル水銀の健康影響を客観的に明らかにするための調査手法の開発に取り組んできました。現在スピードアップを図るためにも東京大学、宮崎大学などの大学との共同研究を進めています。これらの共同研究で脳磁計を用いた客観的診断法の開発につながる成果を得ているところであります。例えば水俣病に見られる脳の変化を客観的に捉えるためには、より多くの認定患者の協力が必要であります。現時点で具体的な開発時期を答えることは困難でありますが、関係者のご理解ご協力のもと着実に進めていきたいと考えます。田村君。今の答弁も、役所の原稿を読まれたのは非常に残念でありました。しかしスピードアップは図りたいという言葉を、期待したいというふうに思います。来年はこうした報道が出ないように、
そして一日も早く白縫川沿岸でどれだけの患者さんが潜在的におられるのか、このことを環境省とそして県がですね、責任を持って調査に当たることを強く要望して今日の質問を終わります。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。